極道南木は、日本の講談師、元お笑いタレント。本名、氏、島太敷、旧芸名は、市島大樹。兵庫県小野市出身。吉本クリエイティブエージェンシー、大阪本部所属。大阪 NSC27 期生であり、同期の芸人は、ギャグ少年楽団、伊賀ゆりか、ビーフケーキなどで、東京 NSC10 期生のオリエンタルラジオ、ハンニア。 フルーツポンチ、トレンディエンジルなどとも同期になる。兵庫県立尾の工業高等学校卒業。趣味はハイキング。吉本新喜劇ザインオーディション2 0 0 9に合格し、主に吉本新喜劇の脇役として出演していた。普段の声は公演の時より低く普通らしい。同期のお笑いコンビビーフケーキ近藤隆二と仲が良く、彼らの公演によく出演している。 講談塾とパントマイム教室に通っている。ブログなどで、精進という言葉をよく使っている。ミクシーをやっている。名前は、知事マン読売ジャイアンツとセレッソ大阪のファン。2016年6月吉本新喜劇対談及び芸人引退を発表。6月13日をもって正式に引退。2021年現在は、 極道南木の名で、講談師として活動している。ありがとうございます。